橋本環奈ちゃんがね、コロナになっちゃったんですね。で、福岡公演中止ですって辛いと書いてありますね。女優の橋本環奈の新型コロナウイルス感染が17日発表された。この日、PCR 検査で判明。まあ、毎回やるんでしょうね、PCR 検査はね。症状は、軽微な咽頭痛。まあ、だから喉がちょっと痛いってことね。と、玉の咳だという。上白石萌音とダブルキャストの主演舞台、千と千尋の神隠し、博多座公演は17日昼夜、18日昼、19日昼、あ、3日間だけが中止なの。あ、よかったじゃないですか。もう全部中止、全公演中止なのかなと思って、ちょっと心配しましたけどね。地元福岡での公演中止、橋本は SNS で陳謝し、3月2日の初日から順調に来ていたので、私の陽性により止まってしまい辛いと。早く復帰できるようにとにかく体を休めたいと悔しさを綴った。まあでもね、こういうのってね、なんとも言えないですよね。すごい気をつけてるはずなんですけどね。なってしまうとね、自分のせいでって自分を責めちゃいますよね。だからそこ心配ですけどね、橋本環奈ちゃんね、自分のことを責めそうでね、自分が迷惑かけてしまったんじゃないかと。かなりそういうところはね、気遣いしそうなんでね。特にね、今回初舞台じゃないですか。なので、どちらかっていうと出てる人たちはみんなね、舞台の先輩ばっかだから、それに対して、一番ね、まあ、新人というか弱敗者のね、自分がね、そうやってしまったと。あと、代役聞かないですよね。まあ、ダブルキャストとはいえね、主演ですからね、とですから、まあ、モネちゃんはモネちゃんの方でやってるわけだし、カナちゃんはカナちゃんの方でやってるわけですけど、あと、濃厚接触者とかそういうの今関係ないですかね、確かね。もう、濃厚接触者がどうのっていう制度は終わったんでしたっけ。あれもしそれがあったらね、もっと被害が大きかったんじゃないかなと思いますけど。14日のマネージャーのインスタグラムでは、千尋と湯婆婆の指人形を手に笑顔のショットを掲載し、20日のインスタライブで告知していたが、10日間の自主隔離期間に当たるため、これも中止。マネージャーはカンナもとても楽しみにしていただけに本人もとても残念がっておりますと伝えた。かわいそうですよね。ほんとかわいそうだと思いますよ。なりたくてなるわけじゃないですからね。で、感染対策も相当やってたと思うんですけどね。でもやっぱどうしてもね、人と人が触れ合うね、ところだしね、密封されたとこでやるんでしょうから、なんかどっかから入り込むんだろうなと思いますよね。あのね、だってオリンピックでね、バブルとか言って、ああいうね、ちゃんとこう、厳重な感じでやってても、それでもなる人いるんだから、なるっちゃなりますよね。しかも感染力強いですよね、今のやつはね。大して重症化しない割には感染力だけは強いですから、なかなか減らないですしね、それでね。ね、ゴールデンウィークをまたいで、まあ、増えたり減ったりを繰り返して、だら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 このまま夏まで行くのかなって感じはしますけど、まあ、だからあとはもうなったらなったでしょうがなくて、ワクチン打ってるかどうかのことじゃないですかね。僕も3回目打ったし、もう4回目からも打たなくていいんですよね、なんとなくね。政府の、あれだと高齢者だけが4回目を打つみたいな感じになりそうなんで、まあ、3回打てばかなりの免疫力がね、抵抗力がつくんでしょうから、3回ワクチン打ってる人であればね、僕はいいと思うんですけどね、こうやって中止にしなくてもね。橋本環奈ちゃん自体もこの言ってるように、ちょっと喉が痛いぐらいでしょ？で、咳がちょっと出るぐらいでしょ？中にはワクチン打ってない人がいるのかもしれないんで、で、稀にワクチン打ってなくて、なんかと結びついて重症化する人もいるのかもしれないけど、大変ですよね。この日、チケットね、なかなかチケット取れない。有名な、もう全部ソールドアウトされてるっていうこの千と千尋でですよ、この3日間でどんだけの人たちがね入るかどうか、僕は動員されるのかどうか分かんないですけど、せっかく取れたチケットじゃないですか。これかわいそうっちゃかわいそうですよね。お客さんも相当な、僕はかわいそうだなって。振り替え公演とかねやるんですかね。これ振り替え公演やってあげないとちょっとかわいそうだなって感じがしますよね。しかもね、博多座でしょ、九州地区の人が多分取ってるんだと思うんですよ。じゃあ東京で振り替えやるって言っても、それは結構厳しいでしょうから、予備日がなんかあるのかな？一週間ぐらい。
その1週間の中で3日間だけ伸ばして公演するとか、なんかそういうのをやってあげないと、ちょっとお客さんがかわいそうだなって感じがしますね。あとまあ、カンナちゃんは気にしないでしっかり休んでほしいなっていうところ。で、まあ、モネちゃんはね、別になってないでしょうから、ね、モネちゃんも気をつけていただき、3日間はじゃあじっくり休める期間がもらえたので、しっかりモネちゃんもね、休んでね、挑んでほしいななんていうふうに思っております。まあ本当、カンナちゃんがかわいそうだなと。まあお客さんが一番かわいそうですけどね。お客さんが一番かわいそうですけど、まあカンナちゃんもあんま自分を責めないでほしいなと思ったりしております。まあそんな感じです。